皆さんこんにちは。昨日も楽しいレッスンでした。子供にも大きくなったら幼稚園の先生になりたい子、保育園の先生になりたい子、ケーキ屋さんになりたい子、大きくなったらスポーツ選手になりたい男の子、ユーチューバーになりたいなどと、子どもにもいろんな夢があります。今日は今年の保育士試験の課題曲、どんぐりころころを弾いてみます。楽しそうにどんぐりがコロ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 転がっていく様子、簡単ですが楽しそうに曲を表現することも大切なことです。臨時記号の多い曲、転調を繰り返す曲、シャープやフラット、下線の多い曲、いろんな曲がありますが、上達するためには少しずつ無理をしないで、できることを楽しみながらやることがピアノ上達の方法でもあります。今年の保育士試験の課題曲、どんぐりころころ。ミュージックオン。
の皆さんは、物や人は大切に扱いましょうね。ピアノを学ぶ、練習する、ピアノ教室のお約束です。各宿題、引く宿題も少しずつやってきてくれると、ピアノは確実に身につきます。幼児期は音やリズムの楽しさを感じる時期。練習を重ねることでできなかったことができるようになるんだよ。練習はすれば確実に力がつきますが、無理やり人から言われてやるようでは身につかないんだよ。今年の保育士試験の課題曲、どんぐりころころでした。